クモ恐怖症恐怖症は特定のある一つのものに対して心理学的及び生理学的に異常な恐怖を感じる症状である。英語のフォビアは古代ギリシア語で恐怖を意味するポボスがその語源である。個々の恐怖症の英名は設備時としてのマイナスフォビアの前にはギリシア語が用いられる。例先端恐怖症、ビランフォビア近年ではさらに拡大してフォビアを剣をや 非という意味で使うこともある恐怖症は疾病及び関連保険問題の国際統計分類によると不安障害に分類され以下に細分されるこのうち特定の個別的恐怖は雷などの自然災害や蛇や蜂など特定の一種類のものに対しての恐怖を感じるものである恐怖症患者は日常生活において 恐怖の対象を避ける工夫をして過ごしている。恐怖の対象に遭遇したとき、恐怖心や不安感の程度によって、不快感やめまい、吐き気といった症状を催すが、極端な場合には、パニック発作をきたすこともあり得る。これらの恐怖症は、子供の頃の無知から感じる恐怖や、偶然に経験した恐怖体験がきっかけとなって出現する。生活において、 大きな障害とならない限りは、個人の個性として尊重すべき弱点であり、放置しておくうちに次第に軽減したり、克服経験によって解消されることが多い。生活の支障となり、本人が治療を所望する場合は、行動療法が用いられる。単一恐怖のうち、恐怖の対象を容易に作り出せるものについては、患者をその状況の中に長時間置いて、 恐怖に慣れさせることによってある程度改善可能とされる。下記に国際疾病分類第10版による主な恐怖症の分類を示す。分類番号があるものは付記しておく。下記は特定的な対人恐怖症として扱われる。ありがとうございます。